ということで、少し遅れてしまってすみません。次のセッションに移りたいと思います。ジェネロ株式会社マーケティング本部長の秋山正樹様によるセッションをお届けします。マウティックのプラグインを利用したクロスチャネルマーケティングの実現方法についてです。では、秋山さん、画面の、シェアをよろしくお願いします。はい、わかりました。少々お待ちください。はい、見えました。それではよろしくお願いします。今画面共有しました。はい、それではよろしくお願いいたします。はい、ではですね、皆様こんにちは。お疲れ様でございます。マーティックのプラグインを利用したクロスチャネルマーケティングの実現方法と題しまして、ジェネロ株式会社の秋山正樹よりご説明差し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ですね、まず本セッションの趣旨をですね、ご参加いただいている皆様と、ベクトル合わせといったところをさせていただきたいなと思います。ですね、ここ下線引いてるところなんですけれども、今日は、マーティックのプラグインですね、これをご説明しますし、あと聞き慣れない言葉でプレファレンスセンターという言葉も出てきます。よくプレファレンスセンターメールとかですね。まあそういった形でググっていただきますと、まあそのプレファレンスセンターメールってどういうことなんやということが、説明書きの、しているページとかがございますけれども、その内容も、若干含んでおりますね。そして、マーケティングメッセージ、ソーシャルモニタリング、そしてキャンペーンといういくつかのですね、キーワードが出てまいります。まあ、これをですね、複合的に活用することによってクロスチャネルマーケティングというものを実現していこうじゃないかというような内容になっております。でしかもですね、それを開発することなくですね、はい、ご利用いただけるような、まあ、そういった内容のお話になっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ行きますね。私ですね、自己紹介させていただきます。ジェネロ株式会社の秋山と申します。もともとですね、私は SIR 出身でございまして、その後にですね、営業支援システムですね、そちらの方のパッケージベンダーの方に移りました。その後に名刺のクラウドサービスを提供している会社の方に移り、その後、CRM ですね。まあ、顧客管理システムの、またクラウドサービスを提供している会社の方に移り、まあ、ここまではですね、ずっと国産を取り扱ってたということなんですけれども、それ以降はですね、海外製品、海外プロダクト、携わるようになりましたという流れでございます。今は、ジェネロの中でですね、主に、冒頭で丸山さんの方からねご説明あったように、キャンペーンスタジオというマーティックをベースにしていてですね、それをまあ SaaS サービスとして役屋さんが提供されている、そちらのですねサービスをまあ私がパートナーという形でですね対応させていただいているという状況でございます。まあ、ベースはマウティックですから、今日お話の内容もですね、マウティックにつながるということでご安心ください。はい、じゃあ早速ですね、本題の方に入っていきたいと思うんですけれども、まず、プラグインって何ですかということで、まあ、おそらくもう皆様ご存知かと思うんですけれども、こちらの画面ですね、ご用意させていただいてますと。これですね、実はマーティックの中にプラグインという機能がございまして、アプリケーションの機能を拡張するためのソフトウェア群ですね。これがプラグインと呼ばれるものです。で、こちらの画面からですね、どのプラグインとつなげようかなと、まあ要はどのアプリケーションとつなげようかなということを取捨選別していただいて、で、そのシステムとマーティックをつなげるということになりますね。で、この特徴なんですけれども、この色がついているのが活性化しているプラグインでして、色がついていないのが活性化していないと。で、活性化するためにはですね、まあ、接続その手続きが必要になるんですけれども、もう使わなくなったらまた
非活性化すればいいわけですので、何かこう活性化する、それをまた閉じると。言ったときに、そのアプリケーションに影響を与えることなくですね、利用、もしくは停止することができるというところが特徴かなと思います。そうだ。ただですね、プラグインって、やはりプラグイン機能に委ねられるところがありますから、何でもバラ色の、お話の世界ではないといったところだけはお伝えしておきますね。で、今日ご紹介するプラグインはですね、2つになります。一つはですね、このロゴマークでわからない方はいないということですけど、ツイッターですね。で、もう一つはですね、ツイリオというサービスです。はい。皆さん、ツイリオってご存知でしょうかね。はい。ツイリオっていうのは、このサービスですということですね。まあ、今、ツイリオジャパンさんとかも、ございますけれども、KDDI コミュニケーションズさんが、まあ、主に、こう、日本市場の方を、いろいろとお客様をですね、作られていてたということかと思いますけれども、端的に言いますとですね、このプラットフォーマーですね、世界中のどこであろうと希望するチャンネルからつなげるためのですね、まあ、インフラ屋さんということで、まあ、ご理解いただければいいのかな、と思います。そういったプラットフォーマーのサービスとこうつなげるといったところで、今日は主にですね、SNS ですね。はい。ごめんなさい。SMS ですね。ショートメッセンジングサービス。はい。そちらの方でツイ料を連携させるという、お話になりますと。はい。じゃあ次行きましょうかね。で、利用シーン、利用イメージをですね、ちょっと例として、こちらの方でご紹介しますね。まず、ツイッタープラグインを活用したイメージとしては、この3つですね、記載させていただきました。はい。よくやっぱりハッシュタグキャンペーンとかされると思うんですけれども、そのハッシュタグでですね、ツイッターの投稿を自動収集することができるんですよね。で、こういったハッシュタグでこうつぶやいている人、そこのハッシュタグキャンペーンに参加していただいていて、こうつぶやいた方をですね、またかき集めて、で、それで、MA のセグメントに入れて、で、その人たちにまたマーケティングメッセージを送るというようなこともできます。はい。それからですね、Twitter の公開アクティビティですね。これを、この MA のですね、マーティック側のコンタクト詳細画面に表示させることができるということでございます。これってどういうイメージかというと、こんな感じですね。例えば、これ、マウティックですね。で、これはコンタクト ID 4493で秋山正樹さんという人がいますと。で、こちらの方で、マウティックからのですね、マーケティングの、いろんな他のタッチポイントを設けてですね、そういった履歴のヒストリーここで見れるんですが、ここのソーシャルのタブを見ますと、この人がツイッター上でどういうことをつぶやいてるのかなとか、まあそういうことを、まあこのツイッタープラグインを、機能する、活性化させることで確認できるというような、ものですね。そういう方もできるということです。はい。あとはですね、マーティックで作ったランディングページ上にですね、ソーシャルウィジェット、ここにシェアボタンを表示させることができるというような機能も設けております。はい。で、また後ほど寺子様の方からもお話あると思うんですけれども、ソーシャルログインで、まあ、フォーム、そこで使うとかですね。まあ、そういったこともできると。いうことでございます。はい。まあ、そこの今の画面キャプチャーを撮っているのがこういう感じですかね。じゃあ次行きますね。で、もう一つですね、ソーシャルモニタリングっていうのが、まあ、今日キーワードの中で出てきます。はい。これどういうことかというと、ここ太文字のところを少し読み上げていきますね。このソーシャルモニタリング機能を使うことによって、メンションまたはハッシュタグに言及している Twitter ユーザーをマウティックのセグメントに配置できることができるんですね。で、そのセグメントをですね、キャンペーンの連絡先ソースとしてですね、はい、使用できますよと。で、そこからまたツイートを送信することでですね、まあ、この、方たちにですね、メッセージをお届けすることができると
ということになるわけです。はい。ですので、Twitter アカウントさえ取得することができればですね、このようなソーシャルモニタリング機能を使って、そこの、感度のいい人たちに対してまた、答えるような、メッセージをですね、伝えることができるというような、流れが出来上がってくるということですね。で、ただですね、この、Twitter プラグインなんですけれども、側だけの作業で完結することができないんですね。もちろんその接続先の相手。そちらの方でですね、まずアプリ登録をする必要が出てくるんですね。で、アプリ登録に関しては、例えば聞いたとか、そういったところを、こういった紹介ページですね、記事にされているところがございますので、まあそういったところを参考にして、この Twitter 側の方の、はい。開発者環境の方で、このマウティックのそのアプリですね。それをですね、登録するというような形が必要になってまいりますということですね。で、そこで得られた、API キーとかですね、シークレットキー。まあ、これをですね、あとは Twitter プラグインの中で、まあ、設定をするという流れになるわけですね。そうすることによって、まあ、つなげることができるということです。はい。で、早速もう Twitter プラグインの、ごめんなさい。Twitter じゃないですね。これややこしいです。同じ T から始まるんですけどね。まあ、これ日本語セッションですからね。まあ、言えると思いますけど。はい。まあ、TT ということで、昔ね、流行りましたけれども。はい。今度は Twilio です。はい。Twilio プラグインを活用したイメージをですね、これから、お話をしていきたいと思います。Twilio はですね、先ほど、ご紹介したように、ショートメッセージングサービスでメッセージングを伝えるためにですね、この Twitter プラグインを活用するという形のご紹介になります。はい。まあ皆様ご存知のようにですね、まあ携帯電話の電話番号を宛先にですね、メッセージをやり取りするよということになりますね。もう何と言ってもこの SMS の特徴というのは、開封率が高いということですね。ただ、アメリカのようなそのね、この SMS のまあ使われるその率がどれだけ日本にっていうところはあると思うんですけれども、まあ、皆様もね、キャリアからのメッセージであるとか、そういったところを、まあ、ショートメッセージングサービスとか、それから、本人確認の時にですね、ショートメッセージングサービスで、何かパスコードとか、まあ、そういったものがワンタイム的に送られてくるっていうご経験はあると思うんですよね。で、この特徴は、まあ、送信はね、有料なんですけれども、まあ、受信は無料ですよということで、まあ、メールももちろん無料なんでしょうけれども、この SMS といったところも無料で、受信者は、受け取ることができますよということですね。まあ、基本的には70文字によるテキストということで、まあ、キャリアによってちょっと違うんですけれども、まあ、そういった文字帳のところでですね、メッセージもうまく、作ってですね、タッチポイントを設けることができるということになるわけですね。で、先ほどの Twitter プラグインと同様に、この Twilio プラグインの方もノーコードで接続するためのですね、機能を提供していますよということでございます。はい。で、Twitter プラ、あ、ごめんなさい。Twilio プラグインを利用したですね、ショートメッセージングサービス配信方法なんですけれども、これはものすごく簡単です。はい。Twitter プラグインよりも、まあ、簡単なんだろうなというふうな私は肌感で感じました。はい。ですね、どのようにしていくのかといったところをこれからご紹介していきますね。まずですね、マウティックのキャンペーン機能っていうのがあるんですけれども、そちらの方で対象となる送信先の、まあ、セグメントをコンタクトソースに例えば設定するとするじゃないですか。で、その方たちにどういったテキストメッセージを送るのかといったことを、マウティック側の方で作るんですよ。で、その人たちの方に対し、このツイールを介して、ショートメッセージングサービスをですね、出すことができると。いうことになります。で、この例がですね、これはマーティック側の方ですね、このテキストメッセージを、
このセグメントに蓄積されているコンタクトに対して送りますよということで、まあ当然のことながら、ここの、コンタクトフィールド、イコールラストネーム、コンタクトフィールドイコールファーストネームといったところでですね、その方の、まあ、姓名が、まあ、こちらの方には差し込まれ、お客様だけのメッセージというような形でですね、あなたへのメッセージですよというような感じにはなるのかなということですね。はい。でですね、テキストメッセージが、まあ、ちょっとそういう形ですね。それで、今言ったセグメントですね。そこに対して、ここがキャンペーンの画面なんですけれども、このキャンペーンビルダーでですね、テキストメッセージを送信という形で、作ったテキストメッセージをセットするという形の流れになってまいります。で、テキストメッセージが送信されるというような塩梅ですよね。まあ、こういう流れになります。はい。でも、先ほどのやっぱり Twitter プラグインと同じように、Twilio 側の方でも、初めに、ちょっと、まあ、もちろん申し込むっていうことも、行為も必要になってきますし、あと、接続するためのですね、はい。やはり情報をですね、Twilio の方からコピーして、それで、ツイリオのプラグインの方に設定する必要が出てまいります。まあ、そこについて、ちょっとご説明しますね。まあ、実際にですね、まあ、ツイリオの方に、まあ、入って、なんかデモみたいなことも考えたんですけど、結構、やはり、いろいろな、まあ、局番とかですね、そういったものが出てまいりますので、ちょっともうそこら辺を伏せるということも含めてですね、このような画面キャプチャーを、今回は皆様の方と共有させていただきます。で、ツイローの場合なんですけれども、事前にですね、ツイローより番号を購入する必要があるんですよね。で、この購入した番号を、マウティックのツイールをプラグインに設定する必要が出てまいります。で、こちら、カントリー、ジャパンということになってますけど、ツイールから購入できる局番がこのように出てまいります。で、こちら、ちょっと画面の裏に隠れてますけれども、バイというボタンがあって、そこから番号を購入することができるということになります。ただですね、日本の局番はですね、確か個人は購入できなかったと思いますね。で、やっぱり法人でないと購入できないという制約をかけていたかと思います。ですので、私は検証用とかで使うときなんですけれども、アメリカの局番を、購入してますね。アメリカはその個人の、でもですね、この医療者の方から局番を購入することができるという塩梅になっております。ですので、プラス1、こういった形で、はい、ついてここだけ隠してるっていう状況ですけど、アメリカの局番ですね。はい、ここの局番から、そのコンタクトに対して、ショートメッセージングサービスを送っていくというような流れになるわけですね。こういった形ですね。バイというボタンを押して、あ、この局番がいいなと思ったら購入するということですね。まあ、用途何ですかみたいな形も聞いてくるんですけども、購入できますと。で、購入が完了したらですね、この左フレームの方に、アクティブナンバーズっていうところがありまして、そこをクリックするとですね、購入した局番がもう表示されているという状況になっております。はい。で、次にですね、この画面のこのアカウントというところのですね、ボタンを押すと、まあ、このプルダウンから、確かこういった画面を呼び出すことができまして、ここでですね、このアカウント SID とですね、ここの OAuth トークンのところですね、この情報をコピーしておくということになるわけですね。で、その内容をですね、このツイリオプラグインの、このアカウント SID とオースとこのところに入れて、あとはもうパブリッシュするということになりますね。で、このフィーチャーズっていうタブをクリックして、先ほど購入した局番をここにセットするということですね。で、あとはもうセーブ&クローズという形でもう接続完了ということになります。で、
テキストメッセージの作成の仕方ですね。そこをちょっとご紹介したいと思います。で、テキストメッセージの作り方なんですけれども、マウティックの中にですね、はい、このようなテキストメッセージを作れる機能があるんですね。はい。これどこからかっていうと、チャネルって言ったところの、まあ、テキストメッセージですね。マーケティングコミュニケーションに関わるところは、このチャンネルって言ったところに、まあ、ほとんどの機能が備わっていまして、で、プラグインを追加するとですね、ここの中にですね、ツイートとかテキストメッセージとかそういったものが出てくるということになるわけですね。ソーシャルモニタリングとか出てくるということになります。で、今回の場合、そのテキストメッセージを作るんであれば、ここから新規というボタンを押していただいて、それで、どのような種類の SMS を作成しますかということで、まあ、このキャンペーンの中で、この使うのか、それとも新規のテキストメッセージのリストといったところでですね、手動で選択したコンタクトへ送信するのかといったところで、どちらかを選択しますと。で、こう作っていくわけですけれども、今回その画面キャプチャーとかで使っているのはこちらのテキストメッセージの例ですね。はい。まあ、こういった形ですね。はい。これいった形でこう作っていくということになります。はい。で、あとはもうキャンペーンシナリオへ設定しますということで、まあ言ってしまえば今回のケースで言うと、まあメールで言うセグメント配信っていうかね。はい。そういったイメージと近しい形でのこのご紹介にはなっちゃってるんですけれども、あるセグメントに入ってきたらその人に対してテキストメッセージを送信するというような形のこれは例ですね。ということです。で、入ってきたら即時に、ショートメッセージングサービスを送るのか、それとも入ってきたから、まあ、早退時間、後にですね、設定した時間後にですね、このテキストメッセージを実行するのかといった設定をして、で、あとは、まあ、テストを実施して問題なく受信できるかを、まあ、スマホ上で確認していただくというような、まあ、流れで動作検証していただくといいのかなというふうに思います。で、あと、じゃあ、ショートメッセージングサービスですね、送る際に、そのコンタクトのカスタムフィールドのですね、モバイルと、あとフォンですね、これ、どっちの局番で、ショートメッセージングサービスって配信されるのかな、というふうに思われるかと思うんですけれども、これ、どちらにセットしてても配信されるようですね。はい。そういった形になってました。はい。あ、それと、両方セットしてたもですね、2通送られるということはなかったです。ということです。で、次にですね、また、ご紹介したいのが、このプレファレンスセンターというものですね。これは何のために使うのかというと、まあ、言ってしまえば、コンタクト側、いわば、例えばメルマガ読者であるとか、そういうマーケティングメッセージの受け手側の方で、希望チャンネルをですね、自らが、取捨選択して、送信主に、自分の意思表明を、伝える。そのようなランディングページを作ることができるということですね。はい。ですので、ここで例えば自分の希望チャンネルといったところで、まあ、私、E メールがいいですよとか、まあ、もしくは Twitter いいですよ、SNS いいですよ、みたいな形とか、まあ、例えば、そうですね、この期間中は送ってほしくないんですよとか、まあ、そういうような、プレフェレンスセンターの、ランディングページを作る、機能とかもマウティックにはございますということですね。で、それをすることにより、どの、チャンネルで、この、まあ、コンタクトは、よく、自社からのですね、情報を見てくれるのかというようなところの情報を得た上でですね、次は何をするかっていうと、マーケティングメッセージっていう機能を使ってですね、E メールで伝えるときにはこういう E メールを使いましょう。
で、その内容をツイートで伝えるときには、こういうツイートメッセージで伝えましょう、みたいな、そういう設定ができるんですね。マーケティングメッセージ機能で。で、それをすることにより、先ほど私は、このチャンネル優先でメッセージを受けたいんですって言ったら、じゃあ、ツイッターのそのツイートを優先に受けたいですっていうことで、ここで設定している E メールじゃなくて、ツイッターのメッセージでもって、ツイートのメッセージでもって届けることができるというようなことをキャンペーンシナリオで、設定することができるんですね。はい。で、このキャンペーンのところのアクションっていう中に、マーケティングメッセージの送信っていう、プルダウンから設定、選択することができまして、それをすることによりですね、あらかじめ設定しているこのマーケティングメッセージのルールに従いですね、その情報を届けることができるということになるわけです。はい。でですね、キャンペーンとはということですね。はい。で、このキャンペーンなんですけど、これ、なんかちっちゃすぎてよく見えませんけれども、お伝えしたいことはですね、キャンペーンの作り方って、ツリー構造で末広がりのようにして作っていくのがコツです。で、これをですね、例えばたすきがけするとですね、こういうとか、こういうとかですね、こう、たすきがけをしちゃうとですね、まあ実は、ちょっとキャンペーンビルダーの、ビルダーを、この、なんでしょう、開くことができない。まあ、あるところからは開くことができるんですけれども、ちょっとそういった、現象が発生します。ですので、まあ、イベントジャンプとかを使いながらですね、末広がり上にですね、キャンペーンを、まあ、作っていく必要が、コツかなと。思いますね。まあ何もここまでのキャンペーンを作る必要はないと思うんですけれども、まあ今だったらなんか、もう少しなんかこうモジュール化してですね、ここまで行ったらこのキャンペーンに移動するとか、まあそういうふうな作り方をした方が美しいと思うんですけれども、まあちょっと末広がりに作っていくっていう、ご説明のためにわざわざ、まあこんな、キャンペーンの画面をお見せしているということですので、そこは、なんか誤解のなきようということですね。で、クロスチャンネルマーケティングの例って言ったところで、じゃあそのキャンペーンの中でですね、先ほどマーケティングメッセージっていうものを、まあご説明しましたよね。で、このマーケティングメッセージをセットすることによって、まあセミナー申し込んでいただいた人に、まあ例えば、そうですね、メッセージを配信するよとか、この場合はなんか参加ポイントをつけるようになってますけど、そこで、まあ、このケースでいくと、1日、後にですね、まあ、ツイートコンタクトで、マーケティングメッセージをこの、伝えるというような、まあ、こういった、キャンペーンですけれども、まあ、そうじゃなくて、このマーケティングメッセージを設定することによって、その方が、好みのですね、優先順位の高い、そのチャンネルを通じてですね、メッセージを続けるということが、まあ、できるということになるわけです。で、その他にもと言ったところでですね、こういうものもありますよということで、これ、フォーカスアイテムっていう機能があるんですよね。で、このフォーカスアイテムっていうのは、よく皆様もあるページ用にアクセスされてですね、まあ、しばらく見ていたりとか、ちょっとスクロールするとですね、まあ、このようなその画面がビョンと出てくるというような、ご経験おありになられると思うんですけれども、これを作るための機能ですよね。で、作るとこういう JavaScript タグをですね、はい、これをまあ生成してくれますので、まあ、それをまあ CMS 側なり、ウェブサイトページ側の方に貼ると、挿入するということで、こういった機能を使うことができるんですけれども、まあ、ウェブサイトを訪問した方に対してですね、まあ、注意を引く演出を行うことにより、まあ、これも一つのクロスチャンネルかなと。いうことかと思います。で、いよいよ終わりに近づくわけですけれども、クロスチャンネルマーケティングに向けたマーケティング側の設定手順ですね。はい。
いろいろ今日お話をさせていただきましたけれども、まあどういう設定手順でやっていくのがいいのかなといったところでいくと、まあプレフェレンスセンター用の LP を、まあ今回の例でしたらまあ作成をし、で、メールの作成をし、ツイートの作成をし、テキストメッセージの作成をすると。で、それをマーケティングメッセージの中に組み入れて、それで、メッセージ配信すると。で、あとは、ツイートでメッセージ配信した後ですね、そういった方々、そのツイッターアカウントをお持ちの方々の、つぶやき情報とかですね、ハッシュタグ、そちらの方の、まあ、特定ハッシュタグをですね、つぶやいてる人を、まあ、収集してですね、まあ、ソーシャルモニタリングの設定によって抽出した対象に対してまたキャンペーンを走らせるというような流れが作っていくことができるのかなというふうに思うわけです。ということで、まだまだやっぱり面白い話は尽きないんですけれども、まとめていきたいと思います。今日ご紹介したですね、プラグインをうまく活用されるとですね、プログラム開発をすることなくクロスチャネルによるマーケティングメッセージをですね、マウティック経由で発信することができます。あと、アプローチするですね、対象者。その対象者が好んで利用しているチャンネルへですね、まあ、優先的にメッセージを配信することが、まあ、できますということですね。で、次にですね、ブランディング既存につながらぬようですね、配信頻度をコントロールする方法が、マウティックにはございますし、ツイリオプラグインの中にもそういったものが設けられていたかと思いますので、そういったところも、いいのかなと思いますね。で、最後に、まあ、プログラム開発することなくですね、本日ご紹介したレベルのクロスチャネルマーケティングは実現可能ですよと。いうことになるわけです。はい。ということで、これを実現するために、まあ、書いたプログラム本数はゼロですよと言ったところで、今回のお話はですね、終了にさせていただきたいと思います。はい。皆様ご清聴いただきまして、どうもありがとうございました。秋山さん、どうもありがとうございましはい。た。どうもありがとうございました。それでは少し遅れていますが、4時30分頃にですね、寺岡さんの次のセッションをスタートしたいと思います。次はですね、ウェブプラ、合同会社の寺岡さんによるソーシャルログインとソーシャルモニタリングについてのセッションをスタート、お送りしたいと思います。そちらのセッション移動していただければと思います。では、秋山さん、ありがとうございました。あ、はい。すいません。質問などございましたらですね、最後の、Q&A のセッションでまとめてお伺いしようと思っておりますので、ご参加者の方で何か質問があれば、そちらによろしくお願いします。それでは、このセッション終わります。失礼いたします。はい、どうもありがとうございました。失礼いたします。